了解。引き続き捜索を継続せよ。先生、落ち着いてもう一度状況をお話しいただく。心当たりは本当にないんです。勝手に出ていく。聞いたか、大学教授や地元の兄弟も。大学教授って60歳過ぎなんだろ。大人までいない。集団失踪ってやつ。ここだけの話、神隠しって話だぜ。天狗。あのさ、変なのが回ってきたんだけどさ、見てくれよこいつ。うわ、だいぶブレてるな。慌てて撮ったんだろ。なんだと思う？おいこれ怪獣じゃないか。こっちに映ってるのはピエロ。いや、でもあんまり人っぽくないな。こいつら向かい合って構えて。まさかこれって神隠しの妖怪とか。やば、これネットにアップしたらバズんじゃね。いやいや、こ、あ、でもまあ。ここって、そうだ、アグモは。たくま、アグモ、たくま、よかったけど、例の主は。うん、ここは歩きづらいな。たくま、誰か。たくまか。おお、たくま君とアグモン。みゆきと教授、ガブマも。その様子だと。けよかった、よかったわね、テナモン。ねえ、ここはどこなの。ここは祠の最下層、主の住処、そして体内で。それに何より、このたくまさんは一。あの時は私、それで私の記憶が色濃く。主の感情そのもの、主は私だから。早くみんなを探しましょう。教授、怪しっけ、笑ったりして急に。私の姉は頼もしい人だった。いつの間に私を君だなんて。前みたいにお姉ちゃん。もう他人に甘える年じゃないよ。あら、そうやって遠慮しないの。ねえ、ハル、これが終わったらあなたの人生のことや。あ、でもテレビが大きく。いいと。お願いね。帰るなら、この子も一緒。卵。ええ。だって、ね。パートナー。ああ、そうだな。そのためにも。一緒に帰るために。どこ。あ、姉さん下がって。あ、アグモン。いえ、待って、助けて。どこ。みゆきと。お姉ちゃん、助けられ。寂しいよ。おい、教授。分かってたんだ、姉さんが大変だって。でも何もできなかったから。私は。ハル、しっかりし。ガブモン、やれ。おい。待って、大丈夫。みゆき。辛いよ。だって
私は…そうだ、大人が誰も信じて…もう…お姉ちゃんを…そう…お…聞いて、私が一人だった時なんて一瞬だってなかったはずよ、私の…せーの…姉さん。そうだ、約束したんだ、みゆき。リナモン。みゆき。やろう、みゆきは。ガルルモン。信じて前に進むだけだ。みゆきはもう一人。そんなことない、私はずっとあなたに守られて、ナモン一緒にいて、私たち。みゆき、ああ、これからも。ええ、みゆき、これエナ。力は満ちました、みゆき。ええ、みゆきに。昨夜、確かこれから。さあ、行くわよ。暴れがいがありそうだぜ。俺の本領発揮だ。メタルガルルモン。僕の番だね。終止符を打とう。任せてくれ。
かせてくれ。今のは心の影よ。主が差し向け心この世界にと主のやつということ。ええ、僕らにええ